高だな。撮影したいなこれ。今日も晴れだ。おはようございます。今日は風がなくて最高だな。ちょっとあるか。こういう朝がね、他の日にやればよかったけど、まあそれはそれだね、自然だからしょうがない。よし。でここね、電源が裏にあります。あれ裏もあって、あっちの芝生広場の方にも電源があるんで、一応12台ぐらい止められるってことなんで、キャブコンはねあっちの食堂の方にも止められる。ここがトイレ、あの滑り台が、ここの管理人の方が作ったね、子供に大人気の滑り台、あれがあるとないじゃん、大違いだよね。よし、さあ片付けしましょう。あ、そうだそうだ、延長コードと防具ボックスはやっぱり必須ですよ、うん、よいしょ。朝コーヒー、これ入れるの難しいんだよな、こぼれちゃうんだよな、こぼれない。よいしょよいしょ。ああ、ベッド展開しなくていいキャンピングカーが欲しい。シアさん味噌汁でさっとね。お湯は、あれお湯がいなくなった。お湯あるよ、うん、
弓はこれで300円、結構でっかいからね、助かるね。水汲んでいこう。あとコードをまとめたりして、いや今日いい天気で帰るのが本当にもったいないね。なんだ、帰ろうっていうか、タコ温泉行こう。タコ温泉よし。ちょっと天気悪かったけど最高だったな、うん、まだね20時間ぐらいかけてサービスエリアで一泊してから帰るんでね、まだ帰りじゃありません。行くぞ。よし、じゃあ出発します。天然温泉海洋に向けて、あ、とりあえずその前にドンタク寄ってね、昨日美味しかったもつ買おう。ぐらい、いやーすごく良かったね。楽しかった人はーい、はい、よし、みんな楽しかったな。こんな感じでまだいっぱい止まってるね。続いて右方向です。その先 30m で斜め右方向。バイバイ、またいつかな。さて家までどんぐらいかかんの。明日のお昼頃着くのかな。24時間以上かけて家に帰ります。実はね、最後のお楽しみ、およそ 700m、 タコ温泉とお寿司、これね、みんなお楽しみだから。さて、あれだ、のと島大橋渡るのが楽しみだな。ちょっとカメラ出してみる。ママカメラ出して撮ってみよう。また最高でした。そう、今日が一番いい天気なの。およそ 700m、 そう、帰る日なのに。左方向です。うん、そう、しょうがねえな。1982年まで橋がなかったの？つい最近じゃん。それまで自給自足だったもんね。ああ、そういうこと。だから田んぼが？そうそう。あ、じゃあ売るためじゃなくて、あの、自分で食べるものを作って、自分で野菜とか作って全部自分で食べる。そう、漁業と農業半分。へえ。お買い物しないで食べるものは育てたり。漁、お魚釣ったりとかしてそれで生活すること。現金収入のために女の人がカナダで農家手伝いしたり、和歌山にみかん作ったりしてました。女の人が、あ、で男の人は畑とかやるってこと。そう、釣りってか漁業と畑で飯食って現金収入を外に出て。すごいね、つい最近まで。橋ができるとこんなに変わるんだ。それから観光がすげえ。ちょっとちゃんと YouTube で喋ってもらった方がいいんじゃない、その話、その知見、今の知見。
私スーパードンタクに行きます、うん、いいね、みんなマスクして。ここでね、いいんだよ、こう地元のスーパー行った出先のね、スーパーに寄るっていうのがね、最高に楽しい。いっぱい買って帰るぞ。うん、ノートワイン高級。ペールエール湯がらまんじゅう。このホルモンがうまいの、これ。よし、出発。ちょっと海沿いを走りつつね、行きたいと思います。いい街だね。なんか出店が出てる。いつもゴールデンウィーク出店出てるね、ここ。あ、かけ氷。あれ、なんかあそこにすごい出汁みたいなのあんね、あっちに。ママ、たこ焼き売ってるよ。祭りやるんだ、いいね。海だ、海だ。わあ、山がすごい。ほら、すげえ。写真、写真。わあ、あれ止まって写真撮ろうかな。もしもし、ピット。あの一番奥の山、立山の雪山が見える。これ GoPro じゃ見えないかな。すごいよ、海が素晴らしい。よし行こう、よし行こう行こう。